仏教孔伝。仏教孔伝は、国家間の公的な交渉として仏教が伝えられることを指す。上代の日本においては六世紀半ばの、金明天皇期、九だらから古代日本への仏教孔伝のことを指すのが、一般的であり、この孔でもそれについて説明する。単に仏教伝来と称されてきたが、口術のごとく、 公伝以前にすでに私的な信仰としては伝来していたと考えられるため、公伝と称されることが多い。ネパールのルンビニで生まれた世界宗教としての仏教は、主として東南アジア方面、クメール王朝、シュリービジャヤ王国に伝播した南伝仏教と、西域、中央、アジアを経由して、中国から朝鮮半島などへ広がった大乗仏教。 北伝仏教に分かれる。古代の日本に伝えられたのは、主に後者の流れである。中国において、紀元一世紀頃に伝えられた仏教は、原始ネパール仏教の忠実な継承にこだわることなく、解律や競技解釈などで、独自の発展を遂げた。特に四世紀におけるクマラジュー、クマラジーバの翻訳による、漢訳仏典の充実は、漢字を共通の国際文字として使用する。 周辺諸国への北伝仏教の拡大に大きな影響を及ぼすこととなった。南北朝時代には三論宗、常実宗などの計学が流行し、これらの流れがさらに東へ伝播していく。北儀の高文帝や皇帝菩薩と称された梁の武帝など、仏教拡大に熱心な皇帝も現れ、周辺諸国への普及も加速した。古代。 三国に分かれていた朝鮮半島においては、それぞれ各国に仏教が公伝された。最も北にあり、中国に近かった高栗絵は早くも三百七十二年、小十林王の時代に、全身から伝えられたとされる。三百七十五年には二文字、イドルランデラなどが混流された。大和朝廷と名友関係となるくだらでは、これより若干遅れて、 384年に、枕竜王が闘神から、高僧のマラナンダを将来し、392年には、アシン王、赤王が仏教を信仰せよとの命を国内に、布告している。ただし、くだ国内に、本格的に仏教が普及するのはそれより1世紀ほど遅れた6世紀、初頭である。残る白木においては、上記2国よりも遅れ、5世紀初め頃に、 高麗から伝えられたという、宝皇王の時代に公認された後は、南朝領との交流もあり、国家主導の仏教振興策が取られるようになってた。古代の日本には、古くから多くの都来人、帰化人が連綿とラ来してきており、その多くは朝鮮半島の出身者であった。彼らは日本への定住にあたり、士族としてグループ化し、 氏族内の私的な信仰として仏教をもたらし、信奉する者もいたと思われる。彼らの手により、高年以前から、すでに仏像や経典はもたらされていたようである。522年に来朝したとされる柴たちと、鳥仏師の祖父などはその高齢で、すでに大和国高市軍において、本尊を安置し、大東の神を礼拝していたと、不創略記にある。四世紀後半以降、 コウクリ、クダラ、シラギは互いに連携、抗争を繰り返していた。六世紀前半即位した、クダラの生命王、西王は、中国南朝張の武帝から、自説、都督、九クダラ諸軍時、つい東将軍、クダラを作法され、当初シラギと結んで、コウクリに対抗していた。が、次第に、シラギの圧迫を受け、五百三十八年にはとう、勇から、 死へ移すことを余儀なくされるなど、逼迫した状況にあり、白木に対抗するため、盛んに大和朝廷に対して援軍を要求していた。九だが大和朝廷に仏教を伝えたのも、大陸の先進文化を伝えることで交流を深めること、また東方電波の実績を持って仏教に、浸水していた両部廷の関心を買うことなど、外交を有利にするためのツールとして利用したという。 側面があった。日本への仏教伝来の具体的な年次については、古来から有力な説として552年と538年の2説、あることが知られており、現在では538年が有力とされている。ただ、冒頭の通り、これ以前より都来人と共に、私的な信仰として日本に入ってきており、さらにその後も何度かにわたって、 仏教を通じた公的な交流はあったとみて、公伝の年次確定に、さほどの意義を見出さない論者もいる。以下では、政治的公的に、公伝が行われた年次確定の文献による考察の代表的なものを挙げるが、いずれにおいても六世紀半ばに、慶大天皇没後から、金明天皇の時代に、くだらの聖王により伝えられたことは、疑いないと思われる。日本初期、 七百二十年成立、以後、初期と記すでは、近明天皇十三年、五百五十二年、人心十月に、九だらの生命王、聖王が使者を使わし、仏像や経典と共に、仏教流通の功徳を称賛した上表文を、献上たと記されている。この上表文中に、金密明最小王行の文言が見られるが、この教文は、 金明天皇きよりも大きく下った703年、長安2年に、唐の議場によって簡約されたものであり、後世の文書とされ、上評文を書くとした初期の記述の信憑性が大きく疑われている。伝来年が、金明13年とあることについても、南都仏教の三論集計の研究においてこの年が、釈迦入滅5501年目にあたり末法元年となることや、 大授業による500年ごとの区切りにおける法第二次大作り当時剣後元年にあたることなどが重視されたとする説があり、これも後世の作為を疑わせる論拠としている。また、当時仏教の不協に熱心であった張の武帝は、大正2年548年の法刑の乱により大城に幽閉され、翌大正3年549年に死去していたため、 仏教伝達によるくだらの対両外向上の意義が失れることからも、日本初期の552年説は何があるとされる。しかしながら上評文の存在そのものは、17条、憲法や対価改新章と同様、内容や影響から初期やその後の律令の成立の直前に、作為されたとは考えにくいとされ、上評文献上の事実そのものはあったとする見方がある。 上宮、聖徳法王定説、824年以降の成立、や、元号寺が乱縁に並びる騎士在長、724年においては、金明天皇御代の土の絵馬年に、九だの生命王から仏教が伝来したとある。しかし初期での金明天皇治世、540年から571年には、土の絵馬の監視年が存在しないため、 金明以前で最も近い土の絵馬年である538年、初期によれば、戦火天皇3年が有力と考えられた。これらは、初期以前の作為のない天教であることも説が支持されうる、理由としていたが、しかしその後の研究で、これらの記述に、大海の御船によって後世に追蔵された、歴代天皇の漢風志号を含むことか初期、編纂以降の成立が明らかとなり、 論拠としては弱くなってしまった。現在は両書に共通する土のエウマネをもって538年とする説が有力である。ただし、この年が実際に金明天皇の御世であったかは疑問が残っている。くだら本期、ただし初期のみに見られる一生を含む初期や古事期の記載から形態、暗観、戦火、金明と続く高等年次が揺れているため、 金明天皇が在位していたとしても、これを、慶大以降に空位を含んで、短期間に、後位交代が行われたとする説、慶大直後に、天皇出自を背景として、金明朝が平立していたとする説、北定吉、さらに、蘇我氏と物延部氏、大友氏などとの他豪族同士の対立を、背景としていたとする説、林や辰三郎があり、半然としないためである。 このため年次確定ができずに、心木しき島、金明天皇の御用に公伝された、とするにとどまることもある。かつて九だらの西王においても、三国式、初期、領書、終書、北史によって、即位年代に五百十三年から五百二十七年に、至る諸説が存在した。諸説あった当時は、伝来年を五百三十八年とした時と五百五十二年とした時、 これを、西王の即位から26年とすると、即位年が、それぞれ513年、527年とどれも、諸説に当てはまる、共通性を見出して、西王26年を、くだら側から見た日本への伝来年として、確定できるとの説があった。しかし現在は、西王即位は523年と、ほぼ確定していることから、 これを、先の西欧十六年に当てはめ伝来光伝年を五百四十八年とする説がある。初期には、五百四十五年九月に、くだらの子二騎士が、日本の天皇のために、上六、一条六尺の仏像を作成し、未真名に送った後の記述もあり、事実とすれば、この時期に、大和朝廷の側に仏教受け入れの準備ができて、いたを示すことから、 この年を重視する説がある。上記の経緯によって、くだらから公式に伝来した仏教ではあったが、その後の日本における、需要の経緯は、必ずしも順調とは言えなかった。仏教が伝来する以前、日本には土着の宗教、信仰として、原始神道、古神道が存在したと思われる。新たに伝来した仏教における如来、菩薩、明王などの仏も、 これらの神と、いわば同列の存在と把握されたことは、想像に難くない。これらは、一般的な、日本人にとって、茂神、足だし国の神、今まの神、仏神として理解されたようある。需要の過程が、下記のように、右与曲折を経たこともあり、神道とは違う仏教の宗教としての教義そのものの、理解は、主として7世紀以降に進められることとなる。 大和朝廷の豪族の中には、原始神道の神事に携わっていた氏族も多く、物延部氏、中富の氏などは、その代表的な存在であり、新たに伝来した仏教の需要には、否定的であったという。一方大豪族の蘇我氏は、トライ人勢力と連携し、国際的な視野を持っていたとされ、朝鮮半島国家との関係の上からも、仏教の需要に、積極的であったとされる。 金明天皇は、くだら王からの伝来を受けて、特に仏像の見事さに感銘し、軍神に対し、西方の国々の、仏は単元でいまだ見たことのない奏亡である。これを礼すべきかどうかと意見を聞いた。これに対して、蘇我稲目は、西の諸国は皆仏を礼しております。日本だけ、これに背くことができましょうかと授業を進めたのに対し、物のべおこし、中富のかまらは、 我が国の王の天下のもとには、天地に百八十の神がいます。今改めて、茂る神を廃せば、国つ神たちの怒りを買う恐れがありますと、反対したという、数物、廃物論争。意見が2分されたのを見た、金明天皇は仏教への帰営を断念し、蘇我稲芽に仏像を授けて、私的な礼拝や寺の建立を許可した。しかし、直後に疫病が流行したことをもって、 物の部、中富の氏らは、仏神のせいで、国つかみが起こっているためであると創上。近明天皇もやむなく彼らによる仏像の廃棄、寺の焼却を黙認したという。以上が通説であるが、近年では、物の部氏の本拠であった河内の居住跡から、宇治寺、渋川廃寺の遺構などが発見され、神事を公職としていた物の部氏ですらも、氏族内では、 仏教を私的に信仰していた、火星が高まっており、同志を単純な廃物派とする見解は見直しを迫られている。一方、蘇我氏の側も、真事を軽視していたわけではなく、クララの生命王の死を伝えに訪日した王子、恵みに対し、王が国つかみを軽んじたのが、王の死を招いたと勇めたのは、蘇我稲目であった。結局のところ、数物、 廃物論争は仏教そのものの需要、拒否を争ったというよりは、仏教を公的な国家祭祀とするかどうかの意見の相違であったとする。説や仏教に対する意見の相違は、表面的な問題に過ぎず、本質は、朝廷内における蘇我氏と物の部氏の勢力争いであったとするも出ており、従来の通説に疑問が投げかけられている。仏教をめぐる蘇我否め。 物部起こしの対立は、そのままこの蘇我馬子、物部森屋に持ち越される。孫は都来人の支援も受け、仏教授業の道を深めた。柴立等の娘、全身にをはじめとした、そう、二層の特度も行われた。しかし、美月天皇の末年に、再び悪病が流行し、孫自体森館、物部森屋、中富のマサルカイラはこれを、 ソガ氏による仏教崇拝が原因とし、大規模な廃物希釈を実施した。仏像の廃棄やガランの焼却のみならず、二層らの衣服を剥ぎ取り、つばいちで鞭ち打ちするなどの暴挙に出たという。だが、これも仏教の問題というよりは、直期大王の人選も絡んだソガ氏、物のべ氏の対立が根底にあったと言えよう。続く、陽明天皇は仏教に対する関心が深く、 死の床に臨んで、自ら仏法に、消えすべきかどうかを軍心に尋ねたが、金明天皇代と同様の理由により、物の部リアは、猛反対した、第二次数物論争。ここで注目されるのは、陽明天皇が正式に消えを表明したきっかけが、自身の病気であることである。これは、人類、神道が持つ弱点であった穢れに対する、不可食病や、 死などに対処するための策として仏教が期待され、日本における仏教授業の初期的な動機になったことを示していると言える。結局、蘇我、物延両氏の対立は587年の日野と羊の役により、諸王子を味方につけた蘇我馬子が武力をもって物延守森屋を滅亡させたことにより決着する。その後、蘇我氏が支援した水古天皇が即位。 もはや仏教授業に対する抵抗勢力はなくなった。水子朝では、孫によって本格的なランを備えた反感的な宇治寺、飛鳥寺が建立され、また四天皇寺、法隆寺の建立でも知られる、聖徳太子、馬屋渡航が、孫と協力しつつ、仏教的道徳観に基づいた政治を行ったと、される。しかし、この時期において、仏教を信奉したのは、朝廷を支える、 皇族、皇族の一部に過ぎず、仏教が国民的な宗教になったとは言い難い。もちろん民衆と仏教が全く無関係であったわけではないが。奈良時代には、沈後国家の思想のもとに諸国に国分寺が設置されて、そう、二宋が廃され、東大時代仏の建立、岩神将来による離修の導入などが行われたが、未だ本格的な普及には遠かった。 平安時代には最長による天台宗、空間による新言宗の導入による密教の流行、末法思想、浄土信仰の流星などの景気を経験し、貴族層や都周辺の人々による仏教信仰は拡大しつつあったが、結局全国にわたって庶民段階にまで仏教が普及するのは中世以降まで待たなければならなかった。鎌倉仏教の登場などの刺激により、 全国の武士や庶民階層への普及が定着していき、今後は日本独自の仏教が発展していくことになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。